2025年の7月5日っていう3つの情報が全く同じタイミングを指している、不良人類っていうところから有料人類に変わっていくっていうのが、節目が実は1960年代から始まって、はい、じゃあ元祖ピラミッドの国ってどこって言った場合には日本なんですよね。4000年以上前にインドから渡ってきた民族が出雲族となってっていうのは、皆さんこんにちは、よそです。本日は山梨県の八ヶ岳に来ております。こちらはですね、南アルプスを望む絶景で、後ろに見えるのがリトリートドームハウスのオールということで、今日は滝沢太平さんに来ていただきました。こんにちは、滝沢太平です。はい、はい、よろしくお願いします。滝沢ではないですからね、滝沢太平さん、はい、ということで、OWCB にはですね、今まで数々の、まあ、僕の中ではものすごい褒め言葉なんですけど、変態が登場してるんですよ。はいはい、まあ、その中でもうかなりトップレベルの、いいんですかそんなで、いや完全にトップレベルの変態さんということで、天下太平というね、はい、まあ、ブログで皆さんねご存知の方も多いと思いますけども、もう本当にね100万150万ねアクセスがあるというようなね、まあ、大変人気のブログで、まあ、僕も実はそのブログを通じて、まあ、僕はねずっと天下太平君、天下太平君っていう風に呼んでて、はい、今日2023年の12月の4日に実は初めてお会いするということ で、ね、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、僕がねどのようにご紹介したらいいかということが難しいぐらい多岐にわたっていろんな活動をされてるということなんで、簡単に自己紹介していただければと思います。そうですね、はい、改めまして滝沢太平と申します。生まれは僕仙台、東北なんですけれども、まあ、育ちは埼玉、東京とね首都圏を中心に育ってまして、基本的に普通にサラリーマンやってたんですけれども、うん、一番のきっかけが東日本大震災、はい、311をきっかけに自給自足とかコミュニティ作りっていうことが、まあ、必要だなって直感的に思ってですね、そこから東京首都圏を抜け出して山梨に12年前に移り住んできまして、やったこともない農業をですね、うん、始めて2年ぐらいね、結構こう自然栽培って言われている、はい、農薬化学肥料使わない農業をまず自分で実践してみて、どんなもんだと、それが大事だって人に伝えるにしてもね、やってみなきゃってことでやったんですけれども、はい、2年間やって向いてないなと悟りまして、そこで、はい、それでまあ向いてる人に任せていった方がいいなっていうことで、うん、まあ、そこから徐々に仲間が集まってきてですね、はい、2013年からは八ヶ岳って今ここにいる場所に拠点を移しまして、はい、農業もやりながら事業もやってって、それでだんだんその発展がですね、はい、コミュニティとなってって、まあ、10年経つんですけれども、うん、今は2年前からですね、鬼仏八ヶ岳というですね、はい、鬼仏っていうちょっと言葉がヘブライ語、共同体って意味があるんですが、うん、自分自身2014年にちょっとイスラエルにご縁がありまして、はい、以来10回以上はもう通ってはいるんですけれども、イスラエルの方に、はい、そこでイスラエルでちょっと学んできたコミュニティっていうものを、まあ、それは鬼仏というんですけれども、それをまあ日本でも作っていこうってことで、ちょっと途中から鬼仏っていうね活動にシフトして、はい、それをまあ組織のコミュニティとなって今3年目を迎える形で、うん、まあ、今この八ヶ岳の、まあ、南側の山梨エリアでだいたいお米が10トンぐらい、お米10トン、あとはまあ畑も同じぐらいの規模で生産しながら、だいたい全部で100名近くの人が関わりながらですね、ここでみんなで農業やったり事業活動やったり、まあそういったいわゆるコミュニティ活動を八ヶ岳でやっているという形になりますね。いや素晴らしいです。僕も今日初めてねこちらの方にお伺いしたんですけども、まあ施設がすごいんですよ、とにかく。だからやっぱりこれぐらいの施設を、まあいわゆるこう作る、持たされる、運営する、まあ、はたまたこうね無農薬といったそう自然栽培も含めて、まあそれをこう実際に形にされるってね簡単ではないんですよ、皆さんね。だからまあ相当多分学んでこられたし、実践もされたし、まあいろんなね失敗も乗り越えてきながら、まあ今があると思うんですけども、まあ今日は2本ね動画をちょっと撮影する予定なんですけど、後半はうちの奥さんの奈々ちゃんも交えて、
まあ、そういったコミュニティ作りとか、まあ、そういった人とのつながりとか、それを形にしていくっていうところでね、まあ、お話をしたいなというふうに思ってますんで、まあ、ぜひね、後半の動画でそちらの方をね、視聴していただければと思うんですけど、まあ、今日ね、2023年のこの12月にね、まあ、たい平さんにお会いしてお話をしたいなと思ったのは、まあ、今やっぱりこう巷でね、はい、2025年あたりに、はい、まあ、地球が大きく変わる、はい、まあ、地殻変動が起こるということで、まあ、都市伝説業界、まあ、スピリチュアル業界、まあ、いろんなところでお話があるわけじゃないですか、はい、で太平さんも多分長い間、まあ、そういった地球の成り立ち歴史、うん、まあ、そういった我々が今の常識ではわからない世界っていうのをたくさん学んで実際に見て経験されてきて、太平さんなりに見えてるものがあるように思う、はい、都市伝説の方たちとかスピリチュアルの方たちが言ってるのとは違う考察が僕は絶対にあるように思ってて、まあ、ぜひね、今日は視聴者の皆さんに、まあ、2025年をどのように迎えて、まあ、これから日本がどうなっていくかというところのね、まあ、お話をお伺いしたいと思いますんで、まずこの2025年7月とかってよく言われるじゃないですか。そうですね、この件に関してどのように考えられてますか？そうですね、はい、僕が知ってる限り今3つの情報が全く同じタイミングを指している。例えば2025年っていう大きな年っていうくくりで一致してるのか、7月っていうので一致してるのか、それとも日付までかってなると3つとも全部一致してるんですよ。僕が知っている情報からすると、2025年の7月5日っていう日に全ての情報が一旦別ソースなんですけどね、全く同じ日に重なるっていうのは非常に珍しいなと思っていて、一番まあ古くから言うとやっぱりノストラダムスの大予言みたいな時代があって、世紀末的な話があって、でその次に来たのがね、マヤのカレンダーが終わるっていう、ありましたね、なんか2012年の冬至っていう時に、結構その時もなんか都市伝説スピリチュアル業界もわさわさしてた時があったんですが、それらがやっぱりね、こう外れてっていうかね、まあなんか意味あったんだとは思うんですけどもね、やっぱり実際この世界ってね、やっぱりこう見えてない世界の動きとこの現世界と、やっぱりいろいろこうズレがあるとは思うので、確かに振り返るといろいろ天気はあったと思うんですけれども、ただ今そういう流れから来た、久々に2012年のそのマヤから13年後であるね、この2025年、しかも7月5日っていうのは実は3つソースがあって、まあ、一つは今ちょっと非常に話題になっている、うん、アフリカシャーマンからの教えの証言さんっていうね、証言さんね、もう最近すごいですね、すごいですね、はい、証言さんがタンザニアの方のシャーマンのね、教えから日本人がね、本当素晴らしいんだよって学んできたのと同時に、2025年のね、7月5日から日本っていうのが、まあ、大きく変わっていくよっていうね、はい、うん、でその前にはいろいろ天気はあるけどもっていうのが、まあ、同じ日なんですね、はい、でもう一つあるのが奇跡のリンゴの木村明成さんが、方はなんか実はね、宇宙人と、ね、UFO との、はい、ありますよね、まあ、そういう存在から教えられた一つの情報として2025年のね、7月5日、その時にちょっとこれはどっちかというと災害系の可能性があるよってことを教えられたっていう話で、もう一つが私が見た未来っていう、これは予言漫画として非常に有名な漫画があってですね、辰木亮さんっていう作者の、実はそれ311も含めてほとんど的中してきたやつの最新版として、まあ結局予知夢で出てくるらしいんですけども、それが日本のなんか、まあそれもやっぱり大災害系になっちゃうんですけどね、2025年の7月っていうところまでは出てたんですが、実際これ本人のインタビューでは7月5日っておっしゃってたそうなので、やっぱりなんか不思議と全く同じ日を指してるっていうのはあるなと。で僕は未来に関していつも思ってることは、選択可能な未来があると思ってるんですね。例えばこう大災害がもしかしたら起こる未来も、確かにそれは嘘じゃなくてある一つのタイムラインだし、全く起こらないタイムラインも、本当に無限のこうタイムラインのある中でね、やっぱり自分たちでこれから選択していくものだっていうのがあるので、はい、なんかね、いろんな確かに未来予測みたいなのはありますけど、はい、まあ、まだまだこれからのね、僕らのやっぱり選択次第でタイムラインは変わってくるだろうなとは思ってるので、あんまり悲観的には持っていなくて、はい、どっちかというと2025年の7月以降、確かに、まあ、7月かどうかわからないですけど、2025年以降ものすごくいい未来に僕は変わっていくと、思ってますね。これは実はまた全然違う視点の話してもいいですか？あ、これは僕が結構尊敬する
大先生って言われている中に、あの関秀夫博士っていう方がいらっしゃって、はい、まあ、かなり古いから1905年生まれで2001年に亡くなられてるんで、はい、96歳で亡くなられた電波工学とか、はい、電気関係のすごいあの博士の方なんですが、うん、僕は実は船井幸雄先生っていう方に非常にお世話になってですね、はい、経営コンサルタントとして成功された船井幸雄さんは、実はスピリチュアルのこと、波動とかそういうことを世に広めた第一人者でもあるんですが、はいはい、その船井幸雄先生がまた関博士は素晴らしいよって、ね、非常に尊敬されてた博士で、その関博士はやっぱり電波とか通信では世界的権威を持っている方なんですね。でそういうやっぱり工学博士も突き詰めていくと3次元じゃ説明できない領域に入ってきちゃう、素粒子とかそういう世界 の、 あの研究を最終的に晩年されていて、その中でね結局宇宙人とのコンタクトとかいろんなことの通信情報も集めてた博士がいて、その博士がですね、あの今から30年近く前に、はい、地球自体は1960年から元々の意識レベルからだんだんこの1960年からあの次のステージに切り替わっていくってことをもうずっとおっしゃってらっしゃって、1960年までがいわゆるこう古い文明のエネルギー、はい、まあ、言葉としてはね不良人類っていう言葉は本当あるんですよ、まあ、戦争するとか、もうそうなんですよ、もう要は、うん、本当にエゴが中心だったり、はいはい、競争とかそういう争いとか、はい、うん、まあ、そういう不良人類っていうところから優良人類に変わっていくっていうのが、その節目が実は1960年代から始まって、はい、それがだんだんこうステップ上がっていって、うん、一つの節目でまたあの完結するのが2025年って、もう30年以上前から言ってたんですよ、はいはい、ずっと前から言ってて、だから そこを節目にまた次のステップに、ね、うん、上がって、まあ、本当に優良な人類に、地球人自体も変わるし、はい、地球っていう星自体も優良な惑星に変わっていくんじゃないかっていう、うん、そういう意識のステップが、はい、あの65年かかると。で65っていうのがまたさらにそのキーワードで、うん、まあこれ極端な話ですけどね、1960年以前に生まれてる方は、はい、この2025年ではまあ65歳よりも上の世代に入ってくっていうと、うん、この今の社会では一応一つの節目が65歳で高齢者だったりとかね、うん、そういう年金生活だったりっていう、まあ一般のこの現役、まあ、定年と言われる、ね、そうですね、社会からあのちょっと離れるという、はい、まあ、実際働いてる方もたくさんまだいらっしゃいますけど、一応一つの節目、それがなんかやっぱり意味あることらしくてですね、社会の中心から若干こう引退される、そうなんですね、そういう意味合いですよね、おそらく、はい、まあそれはいい意味でもね、こう経済を成長してきたりとか、はい、文明を非常に牽引してきたんですけども、ただそういう頑張ってきた方々がもうほとんどあの中心からは外れていくのが2025年でもあるしっていうことで、1960年以降の人たちがこれからのこう社会を実際に作っていったりする時代になってくると、ちょっとだいぶその前の世代の方は悪いわけじゃないんだけど、次の世代の人たちにバトンをこう渡すのが2025年以降っていう話があるので、そうするとここから先また大きくね、こう日本も中心に社会づくりは変わってくるよっていう話もあるので、うん、まあ、なんとなく僕はあのそういうプラスには考えてますけどね。だからまあ1960年以降、まあ、いわゆるこう不良人類、まあ、不良人類ってでも経験としては必要なわけで、そうですね、もちろんある程度科学技術を発展させようと、はい、競争とか、まあ、そういったものの中から生み出されて、いわゆる社会の繁栄とか、まあ、人口の増加とか、それを支えるだけの、まあ、基盤ができたんだけども、いよいよこのままいくと地球そのものがなくなるんじゃないかみたいな。そうですね、これはまずいぞと。そうですね、だからまあ不良人類はもう役割が終わったんで、ちょっと優良人類の種を、そうみたいですね、植えておこうみたいなのが1960年以降に生まれた人たちの可能性が高いと、うん、というふうにあの、まあ、書籍とかでも書かれていたので、はいはい、さらにこの2025年この前後、はい、でに生まれてくるまた新しい世代、本当新人類みたいな、そんなことももう遥か前からまあ予測というか予言されていたので、今までのやっぱりやり方ではやっぱもう通じなくなるのは2025年以降は間違いないだろうなとは思ってますね。まあ、タイミングありますからね、やっぱり既得権益とか、やっぱりその、ね、社会を作ってきた人たちが、まあ、そこを牽引して作ったシステムっていうのは、なかなかそれを壊そうと思っても壊れないけど、時間とともに、まあ、何でも家でも何でもね、はい、こう朽ち果てていくっていうのはこうサイクルじゃないですか、はい、まあ、そのサイクルがちょうど2025年あたりに起きてくることによって、世界なのか日本なのかわからないですけども、これが大きく転換していくっていうところですよね。そうですね、なのでまあそういった意味で、まあ、今いろんなこう予言からその自然災害的なことも、なぜか2025年っていうのあるんですが、まあ、僕の中でまた全然違う、2025年から本当に人類の意識はまた変わっていくよっていうのもあるので、
まあ、何かしらの節目となるタイミングではあるんだろうなとは思いますけどね。比較的僕の周りにの方もその2025年の問題に関してお話をするときには、まあ、何らかしらなことがあるのは間違いがないけども、それによって良くなるっていうことを言ってる人たちがもう大多数なんですよ、僕の周り、うん、だから今日のお話聞けて、あ、やっぱりなって、あ、有料な惑星地球になる、こうガイアの法則ってね、ガイア理論って、あ、はい、あの千賀さんが書いた本なんかも昔から読んでて、はい、135度ラインを中心に世界が変わるっていうお話とか、うん、最近正元君がお話ししてるお話とか、いろんな方たちが方々でね、やっぱり日本人の役割とか、まあ、日本人というよりもこの列島に住む、うん、日本語を話す、まあ、ここに生まれた人たちの役割っていうのを非常にね、あのおっしゃってるお話を聞くんですけども、なんかこの日本人の役割っていうところで言うと、何かこう感じるものとかっていうのはありますか？そうですね、まあそれも正元さんがねおっしゃってるように、確かに日本語、日本人っていうよりは、ね、やっぱり日本語を喋る人たちのやっぱりちょっと脳の構造が違うとかっていうのは確かに研究とかでもあるとは思うんですけど、僕が注目してるのは世界にこう先立って超高齢化社会を今迎えている、でどちらというと経済的にはもうどんどん置いてかれてたりとかっていうのをすごいネガティブに表社会では捉えられちゃってはいるんだけど、逆にそれってチャンスだなと思うんですよ。おそらくこれから先その資本主義社会とかっていうのもやっぱり次のステージに進む時代に入るのかなと思ってるので、そういう意味では変にお金に豊かだったりとかね、経済も成長しているとやっぱりその甘い汁を吸い続けちゃってなかなか意識とかやり方の転換ができないんで、今こうやって日本自体まあ超高齢だったりとか、まあ経済もなかなか厳しいっていう中だからこそ、じゃあどうしようかと、これから、ね、どうこうみんなで助け合って生きていけるかっていうことを真剣に考えられるきっかけになると思うので、まあ、世界にねこう今先立って厳しい局面を迎えているからこそ思い切ったこう転換をできるチャンスだと思ってはいるので、やっぱり日本人が次の資本主義も良かったんだけどね、その次のモデルとなるなんかその社会づくりとかね経済システムを作っていく役割があるんじゃないかなと思ってはいるので、まあ、そういう中で国ってやっぱり大きいんでね、国全体でそれをいきなりガラッと変えてやるのは難しいので、まあ僕らみたいなねちっちゃなコミュニティからそういう新しいモデルを実際作っていって、まあ、発信していけたらいいかなと思ってますね。まあ、そういう意味で言うとバブルの後に日本の経済が成長しなかったことが実はプラスに働いてて、それによって若者がいわゆる僕らの時代みたいに、まあ、いい会社に入ろう公務員になろうっていう安定志向が魅力がない社会、はい、魅力のない大人がいることによってそうではない生き方を模索したのが多分こちらの、ね、この年代の方たちなんですね。だからやっぱそれはそれで一見、ね、他と比べた場合に悪くなっちゃってるっていうのも、うん、そういうのがあるからこそじゃあどうしようかって僕らの世代とかも考えられるわけですね、はいはい、このままじゃ先はないよねとか、はい、それをそのまま受け入れるんじゃなくてじゃあどうするかっていうね考えるきっかけになるので、そういう意味では今日本は非常にいい転機を迎えてんじゃないかなと思ってます ね、 そ う、 ですね。だからまあそういうタイミングがうまく重なっているのが今日本という国なのかもわからないんで、まあ、そういう意味で言うといち早くモデルケースを作れてそれが世界に広がっていくと、まあ、例えばイギリスで産業革命が起きて今のこう文明社会が広がってたと同じような形でもしかするとここから広がっていくっていう可能性はありますもんね。ありますね、うん、とあるこれは研究ではねそういったイギリスのやっぱりもうバリバリ資本主義とか、はい、この文明づくりを、まあ、牽引してきたそれこそ支配者層みたいな人たちがやっぱりもう、これまでのやり方で限界迎えちゃってお手上げになっている中で、はい、何をモデルにしていったらいいんだろうっていうやっぱりそこで注目しているのが、まあ、日本というよりは、縄文にヒントがあるんじゃないかっていうのを非常に今熱心に研究されているそうなので、はい、まあ、何か今の日本だけじゃない、ずっとあるこう昔からの日本の中に次につながる英知が隠されているんじゃないかなっていうのは思いますね。でも僕のチャンネルにも少し前に旧皇族の加長弘和さんという方にゲストに登場していただいて、伏見の宮っていうね、まあ、皇族の血を受け継いでる方で、まあ、その歴史をたどっていってずっと長年研究した結果その方ももう13年ぐらい山ごもりしてずっとそれを研究しててたどり着いたのが、まあ、日本人は最古の根血だと。やっぱりこう日本からいろいろ世界に散らばっていきながら約束の地である日本に戻ってきてこれを2周してるから世界各地に実はその DNA を持った人たちが点在してるっていうお話も聞いたりはするんで、うん、まあ、そういう意味で言うとなんかこういろんなこうタイミングとかそういったものが重なっていきながら、まあ、ここに集まってここからまたね、まあ、これが日本人なのかこの場所がたまたま
そういった始まりの地だったかっていうのはね、まあ、あるように思うんですけど、なんか最近エジプトとか、うん、イスラエルに、イスラエルですね僕の中ですごいキーワードになってるのが結構あって、イスラエル、エジプト、イズモ、うん、あとマコも、はいはい、なんかこういうようなキーワードが結構あって、僕の周りにもなんか Facebook とかインスタ見てたらエジプトに行かれてる方結構多いですね。あとインドとか、うん、そこに人が引きつけられる意味とか、またまた今歴史的なものがどんどん表に開示されてるっていうのを含めて、はい、なんかそこら辺で感じているものとかね、なんか情報があれば教えていただきたいと思います。あ、なるほどですね、はい、まあでも今おっしゃられたように、例えばイスラエルだったら日ユ同祖論っていう話で、もともと神社とかを中心に日本神道と言葉も含めてユダヤから、ね、入ってきたものが多いんじゃないかっていう、はい、まあ、考えが、まあ、日ユ同祖論にもありますけども、でも僕自体はやっぱり大元は、まあ、どっちが始まりとかってやっぱり なくてね、どちらでもまあ日本からやっぱり出てきた人たちがぐるぐる回ってっていう考え方かなとはね、どこの部分で切り取るかでね、まあそうですね、変わってきちゃうっていうのもあるんで、結局ぐるぐる回ってると思うんですけども、非常にまあ自分自身イスラエルにもよく通っててね、そこは確かにユダヤと日本のこのつながりっていうのは本当言葉から文化を宗教をはじめ非常にかなり来てるし、実際日本の神社を調べていくとほとんどがやっぱりユダヤとの関係ものすごい深いし、この八ヶ岳もそうなんですね。諏訪大社っていうのは日本でも3本の指に入る実はユダヤ式の神社に実はなってはいるんですけど、とまあ確かに出雲、マコモ、そしてインドとかもそうなんですね。これもやっぱり遡っていくと出雲もいろんな情報が公開されている。そうなんですよ、出雲の、まあ、口伝っていうか、ね、そうですね、こうそれがすごいかなり昔からあったものがちょっとずつこう表に出てきて、そうですね、もともとやっぱりあれも4000年以上、はい、ずっと口伝で伝承だけが続いてきたもので、ちょっと昔の昭和の頃にね、それをたまたま週刊誌なんかの取材でポロッと出ちゃったのが大騒ぎになっちゃったっていうのがあって、で僕自体実はその十数年前からですね、その出雲口伝の情報ってたまたま受け取ることがあって、よく知っていたんですね、その話で。でまあ出雲の隠された歴史っていうのもやっぱりいろいろあるんですけど、結局遡っていくとね、インドにそれはつながって、出雲がインドに、出雲は実はインドにルーツがあるっていうね、4000年以上前にインドから渡ってきた民族が出雲族となってっていうのは、その口伝の中ではね伝えられてはいるんですけれども、はい、じゃあ またそのインドに行った人たち、これは実はドラビタ族っていう一族で、やっぱり日本語と話してる言葉のルーツがそっくりなんですね、はいはい、日本語とそっくり でその人たちはどっから来たのかっていうと、やっぱりそれも遡っていくとシュメールとかですね、はい、やっぱりイスラエルとか、まあ、いろいろ絡んでくるんですね、はい、さっきおっしゃったようなやっぱり結局ぐるぐる回ってくるところのどの部分でね、この切り取っていくかっていうところによって、はい、その見方は変わってくるんですけど、でも必ずやっぱり日本を経由してるんですよね、この不思議ですよ、全部結局インドとか出雲も結局こう日本を経由してるし、まあ、日中もそうだしね、はいはい、そのシュメールにしろ、まあもちろんエジプト、ピラミッドが、ね、エジプトだと有名だけども、はい、じゃあ元祖ピラミッドの国ってどこって言った場合には日本なんですよね。これはある程度こう日本も、うん、いわゆるああいうむき出しのピラミッドはないですけども、はい、沈みをする、ね、はい、あれはもう丸裸をピラミッドですけど、はいはい、実際は隠されている自然の山をピラミッドにした人工ピラミッド、それも自然をベースにした人工ピラミッドって実は日本が世界一多いそうなんですよ。特にそれこそ兵庫なんかはまあものすごい、なんか三角形の山めっちゃ多い、めちゃめちゃ多いんです。こう見てもものすごい綺麗な三角形だなと思うんですけど、そうなんですね、あれは全部そうなんです。あれは、実際その見る人から見ると本当にあれはピラミッドでもあるし、中が空洞になってる場所もいっぱいあるんですよ。そうなんですか。まあ、兵庫県なんかだと上川町とかね、はい、そういうエリアには本当そういう秘密のピラミッド山が、まあ、本にもなってます。その地域ではね、実は日本の中でも兵庫なんかと一番そういうね古代ピラミッド、もともとのやっぱりピラミッドのルーツもやっぱり日本にあったりするので、まあだからエジプトにしろイスラエルにしろね、インドにしろ全部ねこうつながってはいるんで、確実に全てにキーになっているのは日本という国の場所なのか民族なのか分かりませんけどもね、常に絡んではいますよね。だから言語もね、まあ、日本が最古の言語だって言われてて、はい、まあ、シュメールとかいろんな 文明の壁画とかに書かれてる文字とかっていうのがいくらこう解読しても、言語学者があっても解読できないんですけど、日本語の50音を用いて解読したら全部内容が分かったとか、はいはいはい、旧約聖書の書かれてることが日本語が元になって作られてるみたいな情報とかも今もうバンバン出てるわけじゃないですか。そうですね、そういう意味では日本語をはじめ、日本人の DNA もそうですし、まあ、何か
常に、ね、歴史のこのキーとなるところに絡んでいるのは間違いないと思いますね、まあ、それが少しずつ今点では明らかになっているのがようやく今、ね、線でつながってきているっていうタイミングではあると思います。それがなんかこういわゆる隠されてたとか出雲でも口伝では伝わるけど表の歴史書士で出てこないっていうのは何かこれも意味があったりはするんですか。僕個人的に感じるのはやっぱり、全て大きな時代の流れみたいな、はいはい、例えば魚座の時代から今水亀の座の時代になったりとか、うん、男性性の時代から女性性との統合の時代とかってね、うん、競争とか、うん、そういう世界から次の時代に今ね、はい、シフトするっていう大きく文明とか地球自体もね、うん、今こう価値観がね、ガラッと変わっていこうとする中で古い時代の時にはまだ表に出ちゃいけないものって、うんはい、いろんな歴史のことからあらゆることがやっぱり意味があってやっぱりね、うん、まだちょっと待っててねっていう時代があったと思うんですけども、はいはいはい、それが今やっぱり変わってくる中でやっぱり次の時代に必要なものがまあ自然と今ね、うん、情報として出てきてるのかなとは思いますので、うん、これ陰謀論になっちゃうとねどうしても隠されてたとか封印されてたってなっちゃうんですけど、はいはい、決してそれだけじゃないかなっていうふうにいつも思っていてタイミングってやっぱ何でもあると思うのでね、うん、今だからやっぱり出てくるってものが今必然的に出てきてるのかなと思いますね、うん、だからその時代の人たちっていうのがもしかすると今の人たちと違って暦的に読むのか星を見て読むのか何らかのこう通信ができてたのかわからないんですけど対極で長い地球の歴史っていうものを見た時のそういったこう節目節目みたいなのをちゃんと読んで時代を生きてたっていうものなのか最初からもう予言的なものがあってこれをこう脈々と引き継いでいるのかというとどちらだと思われます？例えば縄文初期の頃だっていわゆる古代人っていう人たちの中には、うん、全員じゃないにしろ、はい、相当こう特殊能力を持った、うん人たちがやっぱり岩倉とかそういうものを意図的に作ってきたんだと思います、はい、そういう人たちの中にやっぱり未来もある程度それをこう受け取って予言的に考えてた人たちもいるだろうし星を見てね占うようなこともできた人たちもいると思うんですけど、まあ、例えば大阪の枚方市っていうところには星田妙見宮っていうねこう隕石が落ちたって言われている神社があるんですけどもあの枚方片野っていうエリアにはまあそこはもう天体を映した岩倉と神社が配列されているっていうので結構有名なんですね、はいはい、天の川もあったり星座がそのまま全部神社とかあの岩倉の位置になって、ね、地上に書かれている天体になっているんですけどそれがいつかっていうとやっぱり天体なんで常にこう動いている時代のものでいつの時代の天体がその岩倉とか神社として配列されたかというと西暦535年の時の天体図が地上に全部岩倉として置かれていると、はいはい、じゃあその535年って何なのかっていうとその時に隕石が落ちてる隕石が落ちてるんですよね、はいはい、それを知っててその遥か何千年も前におそらく古代の人たちは未来でいう西暦535年にあの隕石落ちるよってことが分かっててそういう配置をしてたんじゃないかっていうことも残してるわけなんですよね。ちょっとやっぱ普通じゃない能力を持った人たちがね昔はいて何かしらこうメッセージをね送っているっていうのはあると思いますけどね。ちなみにちょっともうちょっとぶっ飛んだお話で言うと宇宙人的な人たちが地球に介入して伝えてたメッセージっていうのはあるのかないのかというとどう思われます？宇宙人コンタクティっていう人たちと実は、はい、藤原さんっていう方が350回以上もさらわれ続けたっていうです、はい、サモンポール惑星連合っていうところからの通信だったらしいんです。コンタクティの人たちを見つけては、はいはい、その意識の変容を促してってことをやってたらしいんですけども、はい、ジャッジなしで聞いてくれる人を見つけたら絶対に使命を思い出す。結果っていうのは過去じゃないですか。でもね、未来なんですよ、大事なのは。過去できなかったことは今もできないし、未来もできないというふうに思い込みが生まれるんですよ。こういう話をする時間を増やしてください。夢が叶わないと今は思ってるけども、叶う道を歩もうとしてるのか、諦めて生きるのか、2つに1つ。